どうもベタです。パーサー帰ってきたいと思います。本日は、はい、サクチャでやってまいりましたので初回やっていきたいと思います。で、まあ動画上げたのですがガチャ引きました。結局引いちゃいました。で、ね、なんとかもやしキャラ4体揃えることができましたので、このデッキでいきたいと思います。はい、いけるのかな。ちょっと怖いけどね。エルちゃんをちょっとこのまま入れておくのかはちょっと迷っておりますが、まあ入れた方向でやっていきたいと思います。トキタくん、ケイくん、エルちゃん、アレンで店、そしてカドシマくんでいきたいと思います。ではやっていきましょう。で、持ち込みの方は、音楽プレイヤーとマルヒブック持ち込んでおります。まあ何がいいのか全然ちょっと分かってないんで、とりあえず音楽プレイヤーとマルヒブックかな。まあマルヒブック入れるほどテクニック集まるかって言うと集まらないと思うので微妙だと思いますが、まあどちらかといえば中級神とかの方がいいのかなって自分は思っております。ではやっていきましょう。とりあえず評価上げていきます。あ、エルちゃん上げたいな、エルちゃん上げたいな。でミセ君のコツはちょっとね、ミセ君評価上がんないからちょっと取っときたい今のうちに。とりあえず評価上げていきましょう。はい、いえ。で、これは、まあ、メンタルいきまーす。まあ、評価上げるのが大事なんでね。とりあえず。とりあえず、初めは評価。はい、テクニックいきまーす。いいでしょう。で、おお、アレン。しかもエルちゃんもいる。ここ行こう。エルちゃん来て。あ、キープ力はもう5になっちゃいましたね。まあいいや。はい、エルちゃんの評価がどんどん上がっていく。で、ミセ君これは一発止めてきまーす。で、今回サクチャレがほとんど怪我チャレじゃないらしく、どうなるのかなーって今ちょっと思ってるところですね。難しい。もやし自体ちょっと自分全然攻略してなかったんでちょっと難しいですね。とりあえず評価を上げていきましょう。で、体力回復が時田くん。で、イベントもほとんど分かってないんですよね。エルちゃんいるね。ミセ君も評価上がる。これいきましょう。エルちゃん練習後イベント。決定力はいいですね。ナイスです。お、いきなり来ましたね。まあ、いきなりだろう。まあ、これは来るね。で、これ8なので、武者修行行きましょうか。武者修行。で、とりあえず、ちょっとレベル高いとこ狙っていきます。まあ、バランスなんだよな、俺。うん。で、まあ、初めの方に弱いのを入れて、まあ、こんな感じかな。これでやっていきたいと思います。勝てるかな？ちょっと怖いけどね。はい、行きましょう。はい、結果。ナイスー。まあ、アレン。まあ、そうだわな。で、どんどんコツ掴んでレベル上げていってください。皆さん、お願いします。で、これでチームメイトの評価も上がるのが高い。いいんですよね。トキタくん、ミセくん。まあ、トキタくんだわな。普通に考えて。トキタくん行きましょう。この後、トキタくんが来てくれたらありがたい。来た！ナイス！いいねー。これが強いんですよね。もやしたちの休日。いいですね。で、これはね、1なんで、あ、エルちゃんここにいるし、ちょうどいいね。メンタル行こうと思ってました。で、エルちゃんの評価上げて、メンタルで志ポイントを上げておきましょう。で、加藤島くん。行きたいけどね。これはちょっと行きたいけど。行きたいけど、これは、まあ、武者修行行っとこうかな。武者修行の回数結構大事そうなんで。うん、これはちょっと勝てないな。鳥、どうしよう。テク行きたい。
まあでもちょっと武者修行を有志で今回は行きたいと思います。まあ初見プレイなんで、はい、なんとかクリアをしていきたいね。でまあちょっと下げとこう。いやちょっと回ってこなかったら大変な、この辺にしときます。いや、まあ、まあこの辺だと思うんだけどね。はい、勝て。ああ、まあ一番最後か。まあいいや。まあでもここら辺の上がっていってますね。いいですね。はい、ケイ君いいよ。ででででででで、でお、ケイダブルタックいいね。ケイ君行きましょうか、とりあえず。まあ何でもいいけど、とりあえずケイ君行きます。でここでケイ君の練習後イベントも来て、ナイス。これが強いんだよな、もやしキャラで。次のターンに位置上がって連チャンで行えるのはありがたい。あ、エルちゃんのここ来ました。付き合ってまーす。エルちゃんいるのかな、いらない気がしてきた。エルちゃんちょっと邪魔だったかな。まあ経験点もチャレピーもなかなか稼げてるのではないでしょうか、うん、はい、打ち上がりましたね。もやしで鈴木くんが仲間になると。じゃあとりあえず武者修行行きましょうか。パワフル学園行けんのかな、ちょっときつい気がするんだよな。なんか上げとくか。能力上げとく、能力上げとく。とりあえずオフェンス上げとこうかな。オフェンスとテク上げときたいな。はい、これでいきましょう。武者修行いきます。でちょっと怖いからこっちかな。こっちでもいいけど、まあこっちだろうな。はい、いきます。いけ、勝ってね、お願いします。で鈴木くんと田中くん早めに持っていってきます。田中くん、そしてこうだな。はい、これでいきたいと思います。勝てるでしょう、余裕で勝てるはず。はい、はい、いいですね。でどんどん皆さん成長してください、お願いします。はいはいはい。でおお、3タック、うん、ちょっと門島くん行きたかったんですけども、これは3タックなんで3タック行きましょう。これはねさすがに行かないとまずい気がする。はい、いいですね、3タック。でアレン君才能対決望むところだ。で人気投票いっとこう。負け、あ、まあ我慢大会かな。はい、ナイス。次人気投票いきます。でテクニック上げときましょう。うんうん、どっち行こう。まあこっちだろうな、普通に考えて。時田くんでもいいんだけどね。まあこっちだな。はい、いいでしょう。どん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 技術稼いでいってます。はい、いいですね。あー、おいいですね。おお、門島くんこれがあるのか、強いな。でテクを上げておきましょう。おー、どんどんくれるなー。いやー、この後、門島くんが来ても困るんだよな。ちょっと、どうしよう。ケイ君行ってもいいんだけど、やっぱ練習後イベントで門島くん来るの怖いから、まあ、メンタルで志ポイント貯めときましょう。はい、いいですね。止まりました。大一番のコツ。で、まあ、まあまあまあ、とりあえず武者修行行きましょう。で、そろそろ上のとこに行きたいな。行きたいな。どっちか行こうか。こっち行っちゃおうかな。どっちか行こう。どっちか行くのですが、まあ自分の能力ももうちょっと上げておきたい。スピード上げとこう。あとメンタルも、スタミナも上げとこう。はい。いや、それよりかは、ちょっとここら辺の、取っとこうか。うん、キャプテンしよう。根性がいいや。ファーストゴール。行っときましょう。これで行きましょう。で、こっち行きます。はい、勝てよ。
で、まあこれでいいでしょう。はい、いきまーす。勝ってね。ナイスー。いいよー。で、どん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 成長し、お、ナンバー10。いいな。お、鈴木くんが C になりましたね。はい、いいですね。で、みせくんのイベント。門島くん踏みたかったな。まあいいや。とりあえず、ケイくん行きましょう。いや、エルちゃん、これいるのかな。まあ、エルちゃんいるんだろうな。うん。お、これで位置上がるのか。いいね。意外とありがたい。知らなかった。で、これはここ行こうか。な。行っておこう。志ポイント貯めます。はい、いいですね。やっぱりこれは志ポイントをどんどん貯めていくのが良さそうですね。武者修行行きましょう。で、格上 MF は行きたいけどね、ジョルジュ君に勝てる気がしないんですよね。こっちだな。勝てるかな。ちょっと能力上げとこう。うん、オフェンス B にしておきまーす。では、いきます。はい。勝ってね。はい、行きましょう。頑張って。ナイスー。いいよ。で、どん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 上がってるね。いいでしょう。ここら辺でエルちゃん行っておきましょうか。エルちゃんのデート行っておきます。回復が欲しい時にエルちゃんのデートいいですね。で、どうしようかな、どうしようかな。志ポイント5か。熱いな。ここ行きましょう。お、やってみるよ。あ、残念。はい、門島くんのやつは行きたくないな。まだちょっとここで行くもんじゃないな。テクニック行っておきましょうか。テクニック行きます。で、次に行こうか。あれを、志じゃない、あのもやしを行こう。行っちゃうとして、武者修行行くとして、ここ行きたいんだよな。できればマイケル倒したいんだよな。やっぱり果敢なるシュートトライはね、ちょっと欲しいところ。まあでも怖いからこっち行くか。まあ、そこまでだからな。こっち行こうか。で、能力上げとこ。テク、あ、まだ無理か。はい、行きます。とりあえず行きます。はい、行きましょう。格上で勝ってね。はい、勝ってください。お願いします。はい、ナイスでーす。いいよ、成長できましたと。お、鈴木くんがもう早くも B ですね。なかなかいいのではないでしょうか。うん、どれぐらいなんだろうな。経験点は出てますね。2544、なかなか出ております。エルちゃん、強星やめて。強星はダメだよ。ナイス流星群。いいよ、いいのかな、いいのかな。お、ここだし5だ。ここ行こう。フィジカル行きまーす。はい、いいですね。はい、ミセ君が来ましたと。で、練習に加えてもらう。はい、いいですね。で、まあテク行っとこうかな。まあ、5もいらないけど、まあここだろうな、普通に。はい、行きまーす。で、次、武者修行ですね。やっぱり、固め、あ、まあ、オフェンスデッキで怪我チャレじゃなさそうですね、今回は。今回は怪我チャレじゃなさそう。うん。で、格上戦っていきたいんで、どこ行こうかな。格上で行きたい。まあ、テクニックは見とこう。オフェンスも上げとこう。
ません。じゃあ、違う、すいません。違う。武者修行。どこ行こうかな。伸びしろ国際高校、フリージア。決定力もういらないんだよな。司令塔欲しいな。11強そうだな。11でもいいな。地味が丘か。まあ、勝てそうなとこから行きましょう。ここ勝てそうなんで。とりあえず行っちゃいます。はい、行きましょう。はい、余裕ですね。で、どんどん皆さんのレベルが上がっていくと。はい、いいね、いいね。もっと上がっていきたいね。え、これは筋力もらっておきまーす。で、門島くん。門島くん来ないか。でも、ここ、志ポイント高いな。ここ行きましょうか。はい、行きまーす。よし、俺に任せて。望むところだ。人気投票いきましょう。はい、いいでしょう。で、門島くんこんな時に来ちゃったか。体力回復もしたいんでね、メンタルいっとこうか。メンタルいってきまーす。はいはいはい。じゃあとりあえず武者修行いきましょう。どこ行こうかな。テクニ、東土。ああ、ここワンチャンありだな。ウィーの奥山。まあ、こっから、地味が丘から行こうか。地味が丘勝てるかな。まあ、いけるっしょ。頑張って。勝っちゃってください。お願いします。はい、結果。ナイスー。いいよー。お、鈴木くんがついに A になりましたね。サイバー愛、植え替える。いいね。お、上がっていきますね。いいですね。お、志ポイントがまた溜まる。いいね、いいね。いいよ、フィジカル。また行こうかな。で、これなんですけど、ちょっと調べさせてください。少々お待ちください。でこれは、あ、でもこれあれか。うん、上、いやー、体力回復しときたいから、いや、上行こう。敏捷が欲しいね。門島な、こういう時に来るんじゃないんだよな。門島ちゃんと一発で来てほしいな。ここ行きたいな。勝てるかな。まあ自分の能力ちょっと上げとこう。ちょっと上げときますと。フリーキック。根性もういいや。司令塔も取っちゃえ。で、まあ途中出場とかここら辺も抑えとこうかな。ムードとかも抑えて、ロングスローも抑えとこう。大一番は抑えるか迷うけど、まあ、とりあえず抑えとこうか。マリーシャフ。これぐらいにしとこうか。はい、行きたいと思います。では、ここ、勝負していきたいと思います。まあ、いけるでしょう。いける。勝てる。全然勝てる。お、自分が A になってますね。では行きましょう。はい、ナイスでーす。で、チームメンバーも結構上がってきましたね。お、フィジカルモンスターがつきました。鈴木くんにいいですね。で、そろそろイベントの方も走ってほしいんだけどな。うん。で、エルちゃん行きましょう。ここでエルちゃん体力回復ですね。で、次のエルちゃんは体力回復ないので、ちょっと考えどころですけどね。はい、門島くん。来ないな。門島くんが来ないな。エルちゃん行きましょう。エル。で、エルちゃん、まあいいか。このまま進めとこう。ちょっとイベントの出来が悪いかな。イベン
ントの歴が悪いな。片島くんスピードにいて。いないなぁ。まあ、まあフィジカル行こうか。エルちゃん練習後イベント来てね。そしたらマックスなる。カモン。ナイス。いいよ。武者修行できるということで。でれれれれ。抑えれるものは抑えていきたい。はい、行きましょう。まあ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 、普通に武者修行行きました。おっと、もう同格しかいないのか。まあ、ちょっと辛いな。まあ、勝てるかな。農園候補キープ持ってんだよな。まあいいや、とりあえずここに勝ちに行きましょうか。うん、勝ちたい。勝てるかな、ちょっと怖い。負けそうな感じはするけど、行きましょう。負けるかな。おお、勝てた勝てた。よかったよかった、ナイスです。で、成長もできてますね。いいですね、成長できてます。いいよ。で、エルちゃんの回復ですね。はい、ありがとうございます。ちょっとどうなんだろう。経験点的には出てるはず。4320、まあ、まあ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 、8000、9000は多分経験点いけるはずなんで、門島が来てほしいんだけどな。メンタルいきます。門島のスピードが来てほしいんだけど、やってみるよ。残念で、これなんですけども、これ福井部のはずなんですよね。てか、まだ一個もイベントが完走してない。ちょっとやばいな、それはちょっとやばいな。まあ、精神回っておきましょう。いや、イベント完走してよ。まあ、とりあえずここ行きましょうか。片島くん。まあ、一発で溜まっちゃいますが。もったいないですが、まあ、行ってきまーす。よいしょ。うん。俺に任せて。望むところだって、これで終わりですね。琥珀戦。勝ち。終わりでーす。ドライブシュート。いいですね。門島くんも、あと、あれだよな。で、門島くんね、これ俺ちょっとミスったんですよね。ミセくん入れるべきじゃなかったな。ミセくん入れるべきではなかったか。うん。ミセくん入れるべきじゃなかったな。ミスりましたね。まあいいや。はい、でしょう。で、もう、ああ、行きたいけど、まあ、これは、武者修行行きます。これ、どうしよう。ちょっとデート一回行きます。で、まあ、格上が来てほしいんで、できれば。格上なんか来るのかな？来るか？来ない。やべえな。格上が来なくなってしまった。まあいいや、倒しに行きます。とりあえず倒しに行きます。はい、行きましょう。はい、頑張ってください。お願いします。まあまあまあって感じですね。で、テクニックがすごい強化されてるけど、そんな無茶するか。まあいいや、これいきます。オフェンスいきます。で、ケイ君、ほい。うん、成功なのかな、多分。確か成功だよね。で、これ、トキタ君のイベントなのですが、トキタ君。で、これは、どれにしようかな。まあ、得意用にしとこうか。イベント起こってね。うん、テクでいこう。テクいきまーす。うん、うん、うん。いいよ。
犬になりたい、猫になりたい。これはね、間に合わないな、こりゃ。まあ、猫になる。マッチアップ取っちゃってるからね。で、武者修行行きましょう。で、同格か。同格か、ちょっと辛いな。まあいいでしょう。ドライブシュート、シュートレンジ。取っときます。では、行きまーす。はい。ファーストボール、まあいいか。はい、勝ってね。よろしく。はい、俺で倒せた。いいね。お、守護神はいらないぞ。殿下の宝刀。いいですね。いいですね、いいですね。ん？とどめをボーナスアップ。いいですね。うん、いいよ。で、エルちゃんそろそろ行っときたい感はある。エルちゃん行っときたい感はある。エルちゃん行っとこう。で、エルちゃん、俺ですね。はい。乾燥しときました、一応ね。怖いからね。行っとかないと。怖いんで。はい。あ、成功しましたね。ナイスです。まあ、確かあれ、確定だったはずなんで。まあ、いいでしょう。で、これは、まあ、メンタル行くしかないんだよな。メンタル行きます。で、もやしポイント、次3上がるメンタルが来てくれると助かる。いや、2位か。いやいやいや、もやしポイントが足らないよ。ちょっと辛いな。あ、上がった。ラッキー。いいですね。最後の最後で、もう一回できる。うん。もやし行きましょう。で、何が来てる？うわー、弱いとこしか来てねー。老炎か、こっちか。シュートレンジも取っちゃってるんだよなー。キープも取っちゃってるんだよなー。まあ、シュートレンジの方行っとこう。はい。いいね。行きましょう。とりあえず、このままで挑みますと。いや、鈴木くん、勝ちそう。だから、こっち行こうか。はい。やっぱり。やっぱりね。成長しませんでした。残念。まあ、結構、金徳皆さん獲得できてるんで、最後くれるかな。で、ここで、まあ、評価を上げていくってことで。まあ、とりあえず、こっちだな。で、メンタル一回行って、メンタル踏みたいな。32% がちょっと辛そうだな。いや、でもこれ、ちょっと行こうか。行こうか。行け！行け！行け！ナイス！いいよ。次はメンタルか。な。メンタル、ちょうど店組むいるし、メンタル行きます。はい、メンタル行きましょう。いや、ポイントが出ないなぁ。こんなもんなのかな。最後の最後でやっぱ出るのかな。どうなんでしょう。これで、ちょっと能力上げておきましょう。能力。アンタッチプレイ。で、突破力。いやぁ、微妙だなぁ。アシストパスかな。ちょっと、ビンスピード上げとこうか。パワーも上げておきますと。いや、でも、そこまでかな。これぐらいにしといて。闘争心。まあ、コアエンジン後でくれたら困るから、まあ、取っといて。キープ。まあ、金徳走らなかったね。まあ、仕方ないか。はい、行きましょう。これでいきます。はい。試合でどれぐらい稼げるかなんですよね。決勝の笛が吹かれました。もやし高校、はい、海洋山高校。見た感じ。選手能力、微妙だな。どう展開していくか。さあ前。フェイントかけまくれ、フェイント。ここで奪う。左にドリブル。どうする。
ワンタッチプレイ、ナイスです。ダイレクトプレイ、いいよ。パス感が発動したな、味方に。もやし高校大きな1点、ゆうくんが相手にいるのかな。はい、まあこのシュートは意味がないけどね。連続ゴール、うん、とりあえず自分でもシュート決め、ああ自分でシュート決めたか、まあいいでしょう。で攻めてきて、どんどん攻めてこないと点が入らない。できればゴールキーパーに止めさせたりしたいんで。さあ栄冠を勝ち取るチームはどちらなのか。いやフェイントとかかけて、後半を見ていきましょう。ああやべえ、それはちょっとまずいぞ。シュート、ああキャッチできなかった。まあ仕方ないね。クリア、前線へのボール、いやーそれは意味ないよ。まあシュートクロスバー、ああこぼれ球とかやったらね、よかったんだけど。中央です、縦を使います。もうシュート打って、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 ナイス、シュート、おナイスよー、ナイスキャッチ。いい攻撃でした。まあこんなところかな、試合は。ちょっともうちょっとフェイントとかをしてほしかったかなって感はありますが、サク P は、チャレ P は2200、まあまあまあって感じかな。はい、全国大会優勝で、こっからああまあスカウトはそうですね。で、エルちゃん微妙なんだよな。入れててもいいけど、入れなく、まあでも入れてた方がやっぱ相手が増えるからいいのか。はい、これ最後ください。回復丸、終盤丸、カウンター丸、チームプレー丸、殿下の方とナイス、いいよ。 PK 丸、フィジカルモンスターいいね。終盤丸、 PK 丸、無失点丸、無失点丸いらない。え、何くれた今。はい、もやしの継承終了しました。おー、経験点はさすがに入るな。でも5万も乗らないのか。経験点的にはやっぱ出ますね、結構出ますね。いや、どういう風に伸ばしていこうかな、こっからなんだよな。ちょっと難しいな、ちょっと難しいな、どういう風に伸ばせんだろう。どうすれば伸びる。てか精神足らねー、精神足らねえ。臨床余る、精神ダメ、ビハインドなんか振ってらんない。で突破力もやめとこう。でクロスは取ろうかな。シュート力もう一個、ああ微妙、そんなに守備反応も取りたくないんしけどね。まあいいや、スピード上げましょう、テクニックあげましょう。で、あとはボール出しは微妙だしな。空中戦、トラップ、微妙っすね。スピードそんないるかっつったらいらないんだよな。でも振るもんがないからスピードだな。はい、これで終わりたいと思います。さあどのくらい出るのかな。金徳もちょっと少ないからな。はい、 SS 星2、まあもう少しで星3ってとこですね。まあ金徳はこれでちゃんと発動してくれればいいかな。で、なんでミセ君を入れたかなもわからないんで、ミセ君は次から外します。で、金徳が1、2の1、2の3の4、5個か。まあもうちょっと走ってくれって感じですね。はい、もうちょっと走ってくれれば SSS も目指していけるね。それで最後にドカンと上げて、まあ、まあ途中がどれぐらい稼げば、どういう風に稼げばいいかわからないのですが、まあそういうのを、攻略して皆さんに見せていけたらなと思っております。 71,683 ちょっと低いかな、638か。はい、
まあまだまだだな。できれば20位以内に入って PSR 券をもらいたいところなんですよ。やっぱりね、前回2位としてちょっと上位に入りたいかなとは思っております。まあ、今回はちょっとね、もやしキャラがやっぱり優先かなっていう感じはありました。はい、ではこれで動画を終わらせていただきたいと思います。また明日からもこの、まあ、もっと攻略できた動画上げていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ベタでした。さようなら。